みなさんこんばんは。私たちアクアです。よろしくお願いします。はい、それでは改めて順番に自己紹介をしていきましょう、うん、まずはあんちゃんから。はい、はじめまして。私は一応リーダーの高見ちか、高校2年生ちかっちって呼んでね。太陽みたいに輝く笑顔でみんなにハッピーを届けるよ。はい、ということで高見ちか役あんちゃんこと稲見あんじゅです。よろしくお願いします。イエーイ、イエーイ。あんちゃん、はい、続いて。はい、皆さんはじめまして。こんな私がスクールアイドルになる日が来るなんて夢にも思っていなかったけど、応援してくれるあなたのために一生懸命頑張ります。はい、皆さんこんばんは。桜内莉子役、莉脚子と相田莉佳子です。今日はよろしくお願いします。莉脚子どうぞ。はい、伊達氏のヨハネよ。私のリトルデーモン第1号は君に決定。一緒に打点しよう。はい、対馬よしか役アイキャンこと小林愛香です。よろしくお願いします。アイキャン、アイキャン、アイキャン。はい、早速始まりました、うん、ラブライブサンシャイン裏の星女学院生放送。イエーイ、イエーイ。はい、今回もですね、ニコ生バンダイチャンネル LINE さんの方でも生放送中でございます。はい、放送ご覧の皆さん、イエーイ、してますか。私ハート押してる。押して。はい、じゃあ頑張ってください、はい、頑張ってください一言はい、ということでですね、うん、前回の生放送で、うん、くじ引きしたじゃないですか。おー、うん、次ちょっと一回怒ろう、一回怒うか、ごめんね、ごめんね、一回そうそうそう、したじゃないですか、くじ引き、うんうん、で、この3人組にね、10月チームなったわけですけれども、そう、どうですか。そうだね、なんか私はすごい、あの、ゲルキスに入ったか。そうだね。でもさ、私普段さ、2年生組でこう、あんちゃんと一緒に。そうだね。でも、ギルキスにも在籍してるから。あ、そうか、そう、在籍、そう、在籍してるから。所属されてる。所属されてるから、なんか今日居心地がいい。そっか、両方ともね。そっか、そうです、そうです。どうですか、まあね、どう。いや、なんかさ、あんちゃんさ、うん、すごい、うん、そう、なんかさ、似合いすぎでしょ、二人とも、あれ、私も入って、え、あなた、もともとでしょ。もともと入ってる。もともとでしょ。入ってきちゃった。何言ってんの。何言ってんだ。何言ってんだ。ハロウィンということで、そう、アイちゃんがね、用意してきてくれたんですよ。ね、どうやねんこれ。どうやねん。ね、こうハロウィンを味わいたくて。よく見つけてきたよね。ね、なんか可愛いよね。すごいリトルデーモン感ある。ってなわけですけれども。ね、今日なったね。ね、はい、さてさて、うん、ラブライブサンシャインのテレビアニメが第13話まで放送されましたね。ねー、イエーイ。はい、放送終了後、今回が初めてのニコニコ。うん、生放送ということで。そうですよ、生放送、ね、なんかこの後、いろいろね、アニメの感想などもお話ししていけたらいいなと思っております。じゃああれだよ、こんなもん外さないと。こんなもん外してやる。外してやる。こんなもんって言わないで。うりゃ、外してやる。あれ、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 あいちゃんは、あいちゃん頭見してよ。あれ、あいちゃん頭、あれ、あれ、あれ、あいちゃんは、私、私は、あれ、なんでないの？ツルツルやー。リコちゃんは？ツルツルやー。見ないでー。見ないで、見ないで、あげてー。なんか仲間外れちゃうまいっすよ。いや、そういう時もあるよ、やっぱ、うん、そういう時もあるよ、疲れたー。リコちゃん、そのままで可愛いからいいな、うん、okay, okay. ありがとう、うん、いいな。はい、なんだその顔は。なんだその顔。いや、ツッコミまでだ、ツッコミまでなんですけど。はい、ではではね、感想のメールとかもいっぱい紹介していきたいと思いますので、うん、皆様お楽しみに。楽しみに。それではですね、皆さんと一緒に番組スタートのサンシャインの掛け声をしていきたいと思います。しましょう、しましょう。皆さん、コメントの準備はできてますか。できてますか。あ、出ちゃってる、出ちゃってる。あ、早いよ、みんな早いよ。しまってしまってください。カタカナでサンシャインとコメントしてください、うん、カタカナですよ。よろしいですか。いきますよ、うん、ラブライブサンシャイン、アクア裏の星女学院生放送、1、2の3シャイン。
の画像とともに物語を振り返る振り返りのお時間です。はい、はい、振り返り、はい、前回の裏の星女学院生放送以降に放送された第11話から順々に振り返ってみましょう。おー、はい、うん、第11話、友情要素のあらすじを、うん、あんちゃんよろしく。はい、自分の大切なものに答えを出すため一人東京のピアノコンクールへと向かうリコ。残った8人は引き続きラブライブ予選へ向けた特訓に精を出す。練習中、欠けたリコのポジションの代役としてヨウが抜擢された。チカと合わせて踊るもどうしてもうまくいかない。そして練習後、東京のリコからの電話に嬉しそうにはしゃぐチカを見て、ヨウは自分でもうまく説明できない複雑な感情を抱く。そんなヨウの心に気がついたマリは、マリらしいやり方でヨウの本音を引き出すのだった、というストーリーでした。それではですね、画像とともに振り返ってみましょう。ドン、ドン、ドン、ダイヤさん、ダイヤさん、あーヨウちゃんね、かわいい、好きだからね。私、私これの時可愛かったね。もうひたすらヨウちゃんが可愛い回だったね。あー、これね、近いね、謝ってくれて、ね、ここすごい切ない、切なかった、切なかった、なんかアイスがね、持ってたよね、そうポキってね、あ、あ、背負いながら言いました、なんかシットフォーよー、シットフォーよーねー、ね、かわいいな、かわいい、なんかこう普段のヨウちゃんとね、かわいい、チカのセーラー服もかわいかった、ね、あ、このほっぺめっちゃムニムニだよね、シュカといつもシュカにやってる、ね、やってるもんね、メガネヨウちゃんということですよ、壁ドン、壁ドン、壁ドン出た、壁ドン、やだやなのあ、これリコちゃんと電話してるところです ね、 ですね、あららら、リコちゃん東京から、東京からね、でチカが駆けつけて、このシーンすごい感動した、あ、本当、いいよ ね、 ね、シュシュつけてんだもんだって出てくる、そうそう、ヨウちゃんつけてくれたんだよね、うんうん、最後すごい嬉しかった、嬉しいよね、いやここね、リコちゃんかわいい、私も見てて緊張しちゃった、このステージ裏のシーン、あーすごいわかる、うん、なんかドキドキしたよね、ドキドキした、うん、でここの手伸ばしてるシーンとかね、ここもすごい良かった、繋がったっていう、エンディングの入りがまたここ神がかって、そう、またね、もう素晴らしい、ヨハネとダイヤ踊ってる、思いを一つになれよ、可愛かった、ね、この曲も本当に、衣装も素敵だったよね、ね、本当可愛かった、ね、はい、ということでございました、ありがとうございます。はい、それでは続いてはですね、うん、第12話、羽ばたきの時の振り返りです、うん、こちらのあらすじをアイキャンよろしく。はい、必死の特訓の回もあって見事ラブライブ予選に合格したアクア。 PV の再生数も伸び、ファンから声をかけられることもあるなど予想以上の反響に喜ぶメンバーたち。しかしアクアのスクールアイドルとしての盛り上がりとは裏腹に、合わせて募集していた裏の星女学院の学校説明会への募集人数はゼロだった。音の木坂を作ったミューズと自分たちの違いは一体何なんだろう。考えても考えてもどうしても答えが見つからないチカは、もう一度東京に行ってみんなで考えたいと、再びミューズが過ごした場所を訪れるのだったはい、はい、というストーリーでした。はい、こちらも同じく画像とともに振り返っていきましょう、うんうん、どうぞ。そう、お、あ、見てますね、これは結果がね、うん、また食べてるよ、結果ないじゃら、あ、出た出た、あ、なんかやってますよ、これヨハネのおかげでね、うん、うん、あの、うん、合格したから、あ、そうなんだ、知らなかった、この儀式なかったらみんな大変なことだったよ、そんなことはないな、そう、あれ違うんだよね、違うんだよね、あ、かわいい、追っかけられてるとかね、ルビーさん、かき氷食べてたね、頭痛くなっちゃうやつか、出た出た、カナンのこれ急に脱ぐやつね電話する時もこのポーズだね、いつもこれね、決めポーズ、あれ、あ、これはあれ、これだ、何丼してんの、何丼、何丼何丼壁あ、出た、これこう目がさ、ね、パンダみたいになってたよね、パンダみたいになっちゃって、すごい可愛かった、すごい力でやったんだろうね、ね、すごい赤ついてたからね、セイントスノーさんが、あ、登場しまして、セイントスノーさんだ、ここ行きましたね、ねー、シカちゃんたちも、うわー、キモドーム、この時のみんなの不安そうな顔をさ、ね、一気にこう晴らしてくれたリコちゃんっていうのはやっぱすごいよね、強くなったよ本当になんか誰だ？母の気持ちみたいになってるけど
あ、ここ ね、うん、あ、このシーンもすごい。このシーン大好き、うん、大好き。一礼して ね、うん、12話は本当になんか重みがあった回だったな、本当にね、うん、この海でのシーンもそうだし、ね、やっぱ自分たちの輝きに気づいたよね。ここはほらほら0から1位になったよ。これね、綺麗に0になってるんだよ ね、そう、ね、すごいよね、よく考えた、うん、そう、ナイスアイディア、ようちゃんって、ね、かわいい子、あ、かわいい、寝てるなんか日常のちょっとしたこういう平和なシーンというかさ、ね、なんか心温まるよね、すごいね、あ、受け取ったよ。ここはもうダメだった。これは泣いちゃう。私ここのシーンもすごく個人的に、ね、ポスターがないっていうね、ポスターがして、ちかちゃんのなんか心の進化というか、そうなの、成長したんだよ、ね、進化、進化あれなんだろう、それ進化したんだ、はい、という、はい、ということでございました。ありがとうございます。はい、それでは続いては第13話、うん、サンシャインの振り返りです、はい、こちらのあらすじを紹介していきます、うん、お願いします。東京で自分たちが今すべきことをつかんだアクア、迫るラブライブ地方予選へ向けて夏休み中にもかかわらず毎日練習に打ち込む9人、そんな一生懸命に頑張るアクアを見たクラスメートから学校のために一緒にできることはないかと相談される。自分たちだけではなく、みんなこの街が、学校が、人が大好きなんだと改めて感じたチカは、ラブライブ地方予選でみんなで一緒にステージで歌うことを提案するのだった。はい、というあらすじでございました。ではこちらも同じく画像で振り返っていきましょう、うん、どうぞ。おー、おー、急に、急にびっくりする圧が、どうぞ、ダイヤ様、あ、もう暑いだからやめなさいよ、暑苦しい、暑苦しい暑苦しい、暑苦しいとか言わない、ね、ここね、高いアイス食べてた3人ちょっとひどくない？誰よ、ね、ちゃんと払ってね、後であ、かわいい、ここ、口が三角になっちゃって、ね、かわいい、ちかちゃんのお母さん、ね、若いよね、なんか若い、私も最初びっくりしたもん、妹っぽい、ね、うんうん、すごい、しかもしれっといたからね、ね、急に、うん、あー、ここかな、あ、いや、ここ、ありがとう、ここ、ありがとうね、感動した、ここちょっと泣いてるんだよね、そう、でも降臨するのにバッて飛ばしてるからね、涙、かっこいいよね、かっこいい、ここもなんか重みがあったな、ね、このシーンも、でも未熟ドリーマーからさ、あってこうさ、3年生の絆がね、よく見えたから、あ、ステージに立ちましたね、しいたけ、しいたけさ、しいたけも位置よ、ここのライトの位置なんでこんな、ね、あ、リトルデーモンなのかな、違うな、あれ、うん、違うな、そうじゃないな、飼い主としてはちゃんとね、そう、ちゃんとしてます、はい、あ、リコちゃんに怒られちゃうんでねえ、ここの3人の決めポーズもちょっとシュールだね、黒沢ダイヤですわ確定してる、うん、してるらしい、ここ、なとねえ、いやいや、あら、輝いてる、かわいい、あれ、どこのおばさんですか、何、あれれれ、どこ、よそのおばさんですか、あれ、かわいい、あ、ユセヨーサローのとこですね、じゃあ、ここ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 ね、いやー、もうヨハネ貯金の乗ってる、そう、そう、そうなんだ、いろいろみんな進化してるよね、お花丸とか、うんうんうん、ね、それぞれポーズとかもね、かわいい、いや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 、ありがとうございます。さて、ここまでのテレビアニメを振り返ってみましたが、うん、いかがでしたでしょうか、はい、どうですか皆様、コメント等々でパチ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 、ありがとうございます、なんか改めてすごい蘇ってきたね、うん、そうだね、本当に時間でよかった、あ、最高ですとか、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、はい、嬉しいね、実はね、あの13話、うん、私たちもね、そうそうそう、あ、そうそうそう、ね、あの新宿ピカデリーさんの方で、うんうんうん、上映会で、ね、上映会で見させていただいたんですけど、うん、やっぱりなんか全然違ったというか、うんうん、なんかもうみんなボロボロ、うん、ボロ泣きしながら、ね、ヒヒ言ってたからね、私そう、なんかあのこの順番のリコちゃんと私が逆だったんだよね、そうそう、で、こうやって座って上映会で映画館で見てて、私もなんかみんな声出してないと思って、そう、うんうんとか言って止まんなかったんだよ、もう、いや、やっぱりさ、一人で見るのとも違ってさ、やっぱみんなとも見てるし、そうそうそう、大きなスクリーンっていうのが一番ね、やっぱり本当に、やっぱその、メンバーとさ、共有して見れるっていうのもさ、うん、やっぱお家じゃできないことだったから、そうだね、嬉しかったね、お客様 の、 あの反応とか、皆様の反応も見れたしね、 そこがやっぱすごい嬉しかったなって思ったし、ね、本当に思い出だよ、ね、うん、一生ないよってぐらいもう感動した、涙せな時間だったね、本当に、ね、本当貴重な時間を、ありがとうございます、ありがとうございました。それでは
ではここからは皆さんからのメッセージをご紹介する裏の星女学院投書箱のコーナーです。はーい、最初のメッセージこちら。はい、サンシャインネーム紹介法さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。あんちゃん、リキャコ、アイキャン、愛こそすべて、愛こそすべ て、ギルティーキス、キス、はい。第11話拝見しましたよ。 ありがとうございます。いつも明るいようちゃんがリコちゃんやアクアメンバーと仲良くしているチカちゃんの姿を見て複雑な感情を抱き思い悩むという繊細な一面が見られた回でしたね。うん、その中でもようちゃんの本音を引き出すシーンでのマリの嫉妬ファイヤーやぶっちゃけトークという言葉がキャッチーで面白くとても印象に残っています。そして第11話ではラブライブ予備予選で思いを一つになれが披露されましたね。この曲はアクアメンバーの思いが一つになったことが表現されている明るい曲ですが、すがすがしさが伝わってきました。またダンスの中でチカッチとヨウちゃんがリードするシーンでは君ここのPV のチカリコがリードするシーンを思い出し心にジーンときましたというお便りです。ありがとうございます。ありがとうございます。なるほどね、そういう見方もあるんだね。そう、ちょっとびっくり、初めて気づいた。もう一回見たくなっちゃうね。そうなの、ね、お家帰ってみよう。見よう録画してるしね。うん、はい、ということでね、ありがとうございます。はい、うん、それでは続いて、あのシーンの、うん、ヨウちゃんの気持ちは共感できるっていう、誰は、私が、みんなが、みんなが、なんでピンポイントなピンポイントの質問来たピンポイントでもいいけど、あ、でも共感、うん、できるっちゃできるかな。でもみんななんか通ってくる。でもやっぱ女の子あるあるみたいなとこあるよね。女の子あるあるだと思う。確かに私もそうかも、結構あるかも、うん、なんか、なんで仲良くしてんのとかなっちゃうタイプ。本当に、うん、だからちょっかい出す、すごいかわいい、かわいい、何それ、やっちゃんだって、だからなんか何してんのとかってなんかちょっかい無駄に喋りかけちゃう。かわいい、やってきてよこれから。考えとくわ、あ多分一回考えとく。私たちが仲良くしてても多分どうでもいい、どうでもいい、なってないよ、どうでもいいと思う。私なんか割って入る、これで、こう、暴力的だね、結構武器で使う、足蹴りとか、あ、足蹴りで入ろっか前蹴りで割って入ってくるじゃん、ね、怖いよ怖いよ。はい、じゃあ続いて、はい、はい、サンシャインネーム、うん、京介1994さんからのお便りです、うん、ありがとうございます。アクアの皆さん、こんばんは、しょい、ときめき、もう来るんだと思ってたよ、ね、こんばんは、しょい、ときめきオーライ、こんばんは、しょい、ときめきオーライ、よし、お水はい、毎週テレビアニメラブライブサンシャインが楽しみで日々労働に精を尽くしました。ラブライブサンシャインがアクアの皆さんが僕の原動力です。テレビアニメ第13話のライブシーンは素晴らしかったです。まさに圧巻。そしてみんなの予想を裏切るミュージカル調かっこわら、ママの登場など見どころ満載で、この一通のメールでは語り尽くせないほどです。ライブシーンの未来チケット、うん、やばいですね、うん、これはアクアを代表する神曲の予感。あんちゃん演じるチカちゃんの大立ち回り、ライブでのソロシーン、良かったです。チカちゃん以外のメンバーももちろん、アクア全員がライブではシャイニーしていましたね。シャイニーシャイニーシャイニー、そしてダメ、猫ちゃん、ごめんなさい、ごめんなさい、シャイニー来たから、ごめんなさい、はい、そしてライブ後の砂浜であの写真、ここでこれを持ってくるのかと目頭が熱くなりました。メンバーの皆さんには、メンバーの皆さんは第13話の16時にどんな心境だったか、また実際に見られたかと思いますが、改めて見てどんな気持ちになったか教えてください、とのことです。ありがとうございます。どうでした、改めて。そうだね、やっぱさっきも言ったけど、うん、やっぱこうメンバーと一緒に見れたのがすごく嬉しかったのもあったし、なんかこう13話のアフレコの時っていうのは、うん、なんかなんだろう、1話と同じような緊張をしました。1話の時のような緊張感と自分への張り詰めたこうプレッシャーだったりとか重さっていうのは、なんかなんでか感じた、13話ですごく。なんかでも、あ、これから始まるんだっていう風にすごく台本を読んだ時思ったので。そうだね、うん、収録中はどうだった、第13話、うん、でも最後に向けてっていうか、もう最後のシーンがあったじゃん、うん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 、未来チケットのね、
輝いてる感じ、ああ、そこね、うん、あそこに向けてみんながこう、あ、こう、もうとうとうこのシーンなんだなっていうのがすごく伝わってきて、もうなんかドキドキしちゃったよね、すごく。そうだね、うん、どう、リコちゃんは。私は収録の時はそうだな、なんかすごく必死だったからあまりなんかこう覚えてないっていうのはあるんだけど、なんか実際に放送最終回、あ、第13話の放送を見て、なんかすごく成長したなって、リコちゃんが、みんなももちろんそうなんだけど、なんかすごく力強いリコちゃんが見れて本当に嬉しかった、うんうん、だって最初はリコちゃんあんなに嫌がってたんだよ、チカの。いや本当に、なんかね、最後のあのこの0から1のところの、1,2,3 って言ってくところあるじゃん、そう、そこのね、3の言い方がリコがすごい力強くて、自分でびっくりしちゃってやっぱその時の記憶はもうほとんどないんだ。あ、でもね、やってる時はすごくもう必死だったから、リコちゃんだったの、もう入ったのね。そう、そうだったのかもしれない。うわー、そうやって聞いてからまたそう見たくなるよね。そう、ちょっと、また見よう。ぜひ皆さんもその辺を見てみてください。してほしいですね、はい、ありがとうございます。はい、続いてリトルデーモンネームシュバルツシルトさんからいただきました。ありがとうございます。あんちゃん、リキャコ、アイキャン、おはよはね、おはよはね。サンシャイン第13話見ました。なんで笑うのさ。なんか結構言ってくれたの、ありがとうと思って。アクアメンバーの内浦に対する思いや輝きたいという気持ちが溢れる回でしたね。その中で私が特に印象に残っている場面は最後の9人の立ち絵のところです。初めてあの立ち絵を見たのはジーズの試乗でしたが、あの場面へとリンクしているのだなと、あの時からもう立っているんだなと思うと何か感慨深くなります。また挿入歌の未来チケットはとってもいい曲であり、衣装もかなりかっこよくてとっても好きです。特に歌詞にヨーソローってヨーちゃんの口癖が入ってるところが私はお気に入りです。 PS 今日私はお誕生日なのです、とのことです。じゃあもうせっかくですから、うん、せーの、お誕生日おめでとう。イエーイ。いやー、素敵素敵。皆さんもね、おめでとうと言ってくれてます。喜ばしいですね。素敵な感想もありがとうございます、ね、やっぱり9人の立ち絵、やっぱりね、うん、あれね、うん、最初にあの絵を見た時になんか、うん、あの時の気持ちに戻ったというかね。そうだね、うん、またなんか初心に帰れた、うん、なんかあの時は助けてラブライブってどういう意味だったんだろうって私すごく思ってたんですけど、なんか、うん、あの最後のその13話のラストの立ち絵を見た時に、うん、なるほどなってすごくなんか思ったっていうか、ここからまた始まりだったんじゃないみたいな、ね、いやー、またいい気持ち、素敵な気持ちになりましたね。ありがとうございます。では続いて、はい、続いて、サンシャインネームコード K さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。あんちゃん、リキャコ、アイキャン、こんばんは。こんばんは。テレビアニメ第13話見ました。ありがとうございます。ありがとうございます。裏の星の生徒たちの温かさにとても感動しました。僕は特に未来チケットでの、あーあー、やっと手にした未来チケットかざしてのところの会場が一気に青色、青一色になるシーンで鳥肌が立ち、涙が溢れ出しました。その他にも涙腺を攻撃してくるようなシーンがたくさんありましたというお便りです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがたいですね。そう、未来チケット、未来チケットね、歌詞もさ、歌詞もね、なんかそのなんかこうアクアの船が、うん、よくよっするよっていう、なんかいい、ね、もうなんとも言えない、うん、なんかさ、ヨウちゃんの口癖だったものがみんなをさ取り込んでさ、ね、ヨーソローになったみたいなのがさ、うんうん、すごい伝わるみたいな、うんうん、確かにね、で、船で出航しますというところも、ね、っていうのがもうたまんないよね。たまんないたまんないですか。いや、本当にね、素敵な曲だなって初めて聞いた時に、うん、ね、まあ、うん、さっきもありましたけど、衣装もね、
うん、なんか今までにない感じの白、なんか ズボンの子も多いしね、なんか、そうだね、なんかかっこいい、うん、全体的にすごいかっこいいなと思った、うんうん、シュッとしてるよね、シュッとしてる、スタイリッシュな、うん、アクアでしたね、そうなんか初めて見たアクア、うん、ね、新たな一面を見れた未来チケットでございました、ね、はい、ありがとうございます。皆さん、たくさんのメッセージありがとうございます。それではここで1曲お届けしましょう。 お届けするのはこの曲、うん、11月9日にリリースされるテレビアニメラブライブサンシャイン第13話挿入歌、アクアで未来チケットです。はい、ね、たくさんお話ししてきましたけれども、うんうん、ね、ぜひぜひ聞いて、もう聞いてもらいたい、いただきましょう、うん、そうだね、はい、はい、それではお聞きいただきましょう。11月9日リリース、テレビアニメラブライブサンシャイン第13話挿入歌、アクアで未来チケット。せーの、スクフェスチャレンジ。わお。はい、スクールアイドルフェスティバル、通称スクフェスの最新情報をお届けするコーナーです。はーい、はいはいはい、うんうんうん、それではですね、今回のチャレンジの発表をしましょう。今回は10月15日から先行配信となるラブライブサンシャインテレビアニメブルーレイ第2巻特装限定版特典曲、うん、高見知佳、桜内莉子、はい、うん、渡辺陽、空も心も晴れるからのエキスパートに3人でチャレンジしたいと思います。エキスパートね、てかこの曲も配信されるのね。そうだ、明日からですかね、楽しみでございますので、どう、楽しみ、どうでした、いやなんか2年生曲ですけれども、2年生曲ということもありまして、うん、やっぱ元気な感じでいくのかなみたいな、うん、あのハンドインハンドとかもさ元気な感じで来てたから、うんうん、そうだね、かなと思ったら、あれこんな曲歌っちゃうみたいな、なんかだいぶしっとりしてて、すごいびっくりしたね、え、なんかいい曲なんですよ、ね、ぜひ皆様に聴いていただきたいところでございます。よろしくお願いします。はい、はい、それではですね、今回の目標スコアは20万ポイントとなっております。20万ポイント、はい、え、しかもですね、ずっと下を向いていると、うん、え、画面的に寂しいので、プレイ中に1人、うん、プレイ中に1人3回ずつ、うん、カメラ目線で何かポーズをしてねということです。いやー、もう新たな試み、難しそうじゃない？難しい、じゃあ合間合間ね、合間合間で空いたところ、うん、そうだね、ポーズを、じゃあ、え、こう、ここ、ここか、そこか、上、上か、そう、下、あ、下ね、にポーズを、じゃあ、そうですね、はい、それでは、うん、よろしいですか、準備は。じゃあ、よしよし、頑張れよ、頑張ろう、頑張るび、それではスクフェスチャレンジ1、2のサンシャイン。よっしゃ、いきますよ、平気、大丈夫だよ、オーケー、ありがとう、うん、20万ポイント。ポーズは誰からいく？え、そんなんないよ、あそんなんないよ、こんなにしっとり入る、おおおおお、真ん中が来ないんだよ。そうなの、真ん中、端っこ初めてだ、私、私一回やったよ、つら、あ、待って待って、カメラ目線じゃなかった今、必死だわこれ、どう、え、待って、行く？これ大丈夫？ふざけすぎた。や
締めよう。あ、ねえ、バットじゃん。バットじゃん、もう。あれ、ちゃとやそんなことある、ダメじゃん。バット、バット、ブー。調子乗ったわ。はい、それでは私たちの獲得スコアの発表です。私たちのスコアは203,016 ポイント。あ、やったー、やったー、よって、うん、チャレンジクリアー、イエーイ、チャレンジクリアー、ありがとうございます。いや、ちょっと難しかったね。しかも焦ったよね、最後。あれ、やばい、あれ、飛んどくないとか言って焦った。よかった、よかった。あ、怖かった。はい、ありがとうございます。はい、ここでスクフェス情報です。11月13日にインテックス大阪で行われるスクフェス感謝祭2016大阪のステージに私たちアクア9人が参加させていただきます。よろしくお願いします。デカスクフェスなどのアトラクションや展示コーナー、限定グッズの販売もあるので、そちらもお楽しみに。おっと、じゃーん、ということで T シャツでございます。かわいい。反対側もね、じゃん、こんな感じ。あ、すごい。見えるかな、メンバーのシルエットに乗ってる。そうなのよ。かわいい、かわいい、かわいいですの。ちゃんと大阪って書いてる。あ、ほんとだ、ね、日にちも入ってるの嬉しい ね、 ね、思い出になる、思い出になるよ ね、 ね、こういうのね。ぜひぜひよろしくお願いします。スクフェスの最新情報はスクフェスのゲーム内のお知らせ、またはスクフェス公式ツイッター公式 LINE をご覧ください。以上、スクフェスチャレンジでした。自分の担当メンバーになりきって立候補のセリフを発表いたします。最後にニコニコ動画でご覧の皆さんに誰のセリフが一番投票したくなったかをアンケート投票してもらいます。はい、見事1位に選ばれたメンバーには、お、皆さんからの盛大な拍手のコメントが送られます。欲しい、これは欲しいですよ。欲しいね、うん、こちら前回やったコーナーですけれども、うん、皆さん覚えてます？覚えてるよ。もちろんでございます。よしよしよし、楽しみだ ね、 ね、楽しみ、はい、うん、では頑張りましょう。頑張りましょう。はい、じゃあまずはテーマの発表をしていきたいと思います。よいしょ、ありがとうございます。はい、サンシャインネームブライアントさんからいただきました。ありがとうございます。ハロウィン、どんな仮装をしてどんな風にお菓子をもらいに行くかなというテーマでございます。ふむ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 、もうシンキングタイムに入っておられるリゲコ様。早いね、早速である。早いね、ガチに迫っている。いやガチですよ、ガチで考えておりますよ。どんな仮装して、うん、あれしかない、ね、まあ、仮装、そしてどんな風にお菓子をもらいに行くかなというところで、なんだろう、まあ、もらえるかどうかがポイントですよ、これは。え、そうなの？だってもらえないかもしれないよ。ちょうだいって言っただけじゃん。ね、そんなことある？それ厳しいよ。そんなことあるとか。そんなことある？うん、すごい、ね、ありそうだからな、はい、ちょっと。ということでね、じゃあセリフを発表する順番をじゃんけんで決めていきたいと思います。じゃあサンシャインじゃんけんで言ってみたい。はい、でも思考がすごいよ、もう。フル回転だよ、頭が。すっごい考えてるね。じゃあ早速サンシャインじゃんけん行ってみたいと思います。いきますよ。せーの、最初はラブ、サンサンサンシャインでじゃんけんぽい。後出しした、今後出ししたよね。後出ししたよ、後出しした。はい、チカパー。あ、でも勝ってる。よし、最初はグー。負けた。最初はグーじゃない。はい、いきますよ、せーの、最初はラブ、サンサンサンシャインでじゃんけんぽい。何それ、これ何。アイコでしょ、アイコでしょ。はい、ということでどちらが勝ちましたか。リケコが勝ちましたよ。はい、じゃあ何番に行きますか。はい、2番です。2番安定ですね。はい、アイキャン何番行きますか。待って、1番行きます。おいいですね。じゃあチカが最後ということになります。じゃあハロウィン、どんな仮装をしてどんな風にお菓子をもらいに行くかなというテーマでの立候補でございます。はい、では1番手のアイキャン
ンさん立候補お願いします。ヨハネ、今いろんな魔物を倒してきたの。今こことか撃たれてすごい痛いの。こんなかわいそうなヨハネにお菓子を恵んでちょうだい。はい、ということでございます。いいじゃない。これもらえそうだよね。ヨハネっぽかった、うん、なんか、ね、なんとかしてやんねえと。そうだよね、こいつやべえなっつって。どっちの意味のやばいでしょうか今のは。はい、これ頑張ったな。ちょっと頑張った。はい、はいはい、じゃあ続いて2番手のリキャコさん、はい、立候補をお願いします。はい、今日はチカちゃんとヨウちゃんにこの衣装を着てってなんか言われちゃったんだけど、どうかな、似合ってる？こんなに頑張ってきたんだからお菓子くれたっていいよね。キラン。やーかわいい。キラン、キラン、キラン。かわいい。キランって何ですか？強制的に終わらせた。あの自分で SE を入れるというね、う斬新な方法でございました。はい、では続いて最後、稲美さん、はい、お願いします。はい、見て、チカみかんの仮装してきたんだ。かわいいでしょ。あれ、こういう感じ。この辺のみかん、緑色の葉っぱとかもかわいいでしょ。チカ、かぼちゃじゃないよ。かぼちゃじゃないよ。ジャックオーランタンっていうのあるけど、チカはみかんの方が可愛いと思ってみかんの仮装してきたんだ。顔。仮装してきたな。だからね、チカは、うん、逆にみかん味のペロペロキャンディーあげるから、あなたも何かちょうだい。はい。可愛い。可愛いね。可愛い。みかん可愛い。みかんとかぼちゃ間違えちゃったのかな。違う。なんかこう、こういう感じの衣装かな。みかん、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 ちょっと大きく見えるやつ。はい、可愛い。まずは3人の立候補者のセリフの誰が誰に一番心を打たれたかというところで投票をお願いいたします。それでは投票スタートください。いやこれはお菓子をください。かわいかったな。でもお菓子をください。みかんの格好してきちゃった。みかんの格好しちゃったけどね、もうかわいい、あげたくなっちゃうもん。嬉しい。リコは何してたの？リコはごめんなさい、赤ずきんちゃん。赤ずきん、え、かわいい。何それ、赤ずきんがかわいい。赤ずきんちゃんのイメージでした。あ、そうだったの。あのちゃんとずきんかぶってた。あ、かわいいね。え、ヨハネ何着てたの？え、もちろんリトルデーモンの格好。どんな格好だよ。角生やす。すごい怪しいです。はい、ということで投票結果が出たようでございます。それではアンケート結果オープン。じゃん。お、じゃん、はい。稲見40、44%。お、相田理香子32%。小林彩香23.9%。やっけ。やって。チカが1位。どんな結果だった？いやもう散々だよ。なんか逆になんか奪われそうだったよね。確かに、ね、持ってっ HP 持ってからそうだった、ね、うん、ガシガシガシってやるよ。それ退治しに来てるじゃん、もう嘘つかれてる。はい、じゃあ続いて行ってみたいと思います。もうワンテーマございます。はい、では続いてみましょう。はい、サンシャインネームダイヤ様のロードローラーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。それぞれのメンバーが、うん、教師となったら怠けている生徒どう指導する？というお題でございます。あれ、あれ、相田先輩手が震えてるっす。震えてる、どうしたの？相田先輩手が震えてるっす。大丈夫？どうしたっすか？寒い、寒い？やろう、や、やろう。や、や、やろう、やる。はい、ということでね、じゃあ、 あの順番はさっきの感じでいきますか。行きます。さっきの順番で行きましょうか。ちょっと待って、私何も考えてない。じゃんけんしよう、じゃんけんしよう。じゃあサンシャインじゃんけんで順番決めていきたいと思います。そうだね。はい、行きますよ。せーの、最初はラブ、サンサンサンシャインでじゃんけんぽい。おお、強いな。強い。ヨハネ勝つことなんてあんまないからな。はい、じゃあ、はい、じゃんけんぽい。アイコでしょ。どうしようかな。アイコでしょ。サンシャインじゃんけんどこだった。はい、サンサンサンシャインでじゃんけんぽい。アイコでしょ。
チョキ。また負けた。じゃあ、愛犬何番いきますか。私、2番で。2番。はい、じゃあ、りきゃこさんは3番で。うわ、マジかー。はい、本当に何も覚えてない。何も覚えかない。ちょっとシンキングタイムのためにスタート。ちょっと待って、見たよ。バカ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 。なんで待って、バカ。そうだな。やっぱりちょっと見た目から今頭よくしてみようと思ってメガネかけたけど、まあ、やっぱあんま頭が良いとか勉強ができるわけじゃないけど、あ、しか体育だったらできる。だからソフトボールが得意だから、そうだな、怠けてる生徒をどうしよう。しろくしょ先生、じゃあソフトボールで投げるボールを3回に1回みかんにするから、1回投げて、2回投げて、3回目はみかん食べる休憩タイムにしていいから、一緒に頑張ろう。はい。もう必死だよ。みかんばっか。みかんばっか。やばいね。手絶対オレンジだよね。食べてよ。そんなことはない。そんなことはない。休憩タイムはちゃんと上げて指導しますね。はい、じゃあ続いて2番手の人。はい。ちょっとさ、それちょっとちょうだい。怠けてる生徒をどう指導する。ずるいよ、試行時間くんなかったよ。もういや、頑張ったよ、頑張った。みんなでグルメだけ。ちょっと待って。いいぞいいぞ、誰やれ。え、ハロウィン、ハロウィン、ハロウィン使いますヨハネがチョコをあなたにあげちゃう。ちょっとだから勉強頑張りなさい。今ここで1問丸がついたごとにチョコを1個あげるわ。わかった。はい、終了。いや、難しいね。太っちゃうね、あげちゃう。うん、もうあげちゃう。チョコあげちゃう。太っちゃう。そうね、そうね。もう泣けない、もう。いやもう、はい、そう。じゃあ3番テラスですね、大鳥。やめて。行ってみましょう。アイラ先生、どうぞ。そこの君、何寝てるの。ちゃんとリコ先生の授業聞いて。え、リコ先生。え、わかったわかった。この授業頑張ったらリコ先生が特別にピアノを聴かせてあげるから。だから頑張ってね。はい、終了。リコ先生、リコ先生、よ、リコ先生、ピアノ、リコ先生。うん、いいね、いいじゃん、いいじゃん。どうしたんすか、どうしたの先生、どうしたんすか先生。いや、頑張った。次回出願でございます。はい、ということで、じゃあ3人の立候補者揃いましたので、誰のセリフに一番心を打たれたか投票スタート。はい、ということでね、はい、まあどうですか先生って難しい。先生って難しいよね。もうシンキングタイムほぼゼロだった。いや、どう、でも結構いいんじゃない。私結構、え、うん、私、あ、あ、あなた、私、あなたか。卵サンドもつけますよ。いや、ちょっと待って。あれ、つけたじゃないで。補足が。あ、じゃあどうします。あ、じゃあギルティーなキスをあげちゃう。いらない。いらない。いらない。はい、結果が出たようでございます。アンケート結果オープン。はい、1番、16.6%。アイナリカコ、55.3%。小林愛香、28.1%。ということで、よって、リコ先生賞。やったねー。やったねー。いや、卵サンド聞いたね、最後。卵サンドが聞いた。ね、聞いてない。そこそこに前半のダメだった。前半ダメ言ってないで。よかったですね。はい、はい、ここまででございます。皆様もこんなことに立候補してほしいというアイディアが思いついたら、どんどんメールしてくださいね。以上、立候補のお時間でした。いや、今回の生放送、いかがでしたか。楽しかった。すごい楽しかったよ。ね、すごい楽しかった。
った。なんかね、最初からちょっと飛ばしすぎた。あ、本当？私ね、途中で飛ばしすぎたな。ちょっと飛ばしちゃってさ、ここの下り。飛ばしすぎちゃって顔変わっちゃったんだよな、私。難しいね。結構変わってた。変わってた。ちょっとびっくりしたもん。似合ってた。あ、似合ってた。あ、よかった。じゃあちょっとギルティーキス入って。いや、ちょっとよろしくお願いします。やっぱシャロンかな。あれ？あれ？あれ？あ、一緒にやる？最後それで締めます。最後それで締めます。ちょっと楽しみにしております。完全に脱線してるよ。はい、ということでね。最後せっかくだから、可愛い仮装グッズを一つずつつけてハンディに向かってさよならしましょうって。早く可愛いの言っておりますよ。あ、やだ、やだ、やだ。これ。かわいい。リコちゃんのかわいい。かわいい。え、ラモって逆？本当だ。やばい、アイちゃんやばい。やばいね。今日の生放送カオスだよ。あんちゃんいいの？あれつけなくて本当に。うん、私降臨した時だけあれで登場しよっかな。はい。いいね。本当に？うん。私やっぱりそうなってくるよね。なんで自分だけそんな可愛い感じになってんの？あれなんかちょっとリコちゃんひどくない？あれなんかちょっと何その顔？え、いいよ降臨する。あげるあげる。あげるあげる。全部つけよう。全部つけちゃおう。あげちゃうあげちゃう。え、なんなのその表情なんなの？ちょっといいよね。これつけてると。これ本当につけたまま？真ん中のこれってやばくないですか？はい、はいはい、それではですね、うん、よろしいですか、よろしいですか、はい、はい、ラブライブサンシャインアクア裏の星女学院生放送はここまで、うん、お相手は高見千佳役稲見安寿と桜内梨子役相田梨花子と津島よしこ役小林愛香でした。それでは皆さんまた次回の生放送でお会いしましょう。バイバーイ。あ、こっちだ。こっちこっちあこっちあこっちこっち。アイコスアイコスすべてアイコスすべてギルティーキス氷。